今日みゆこと遊び行ってた。横浜の、何だったかな、スタジアムっていうとこに行ってきました。アーニャがおる。あ、2話見てなかったわ。見る気満々やったぞに。今日朝起きた瞬間にみゆこと行こうよってなって、すぐ出たけん結局見てなかった、見れんかった。あ、みなとみらいにあるんですか？そう、みなとみらいってとこは行ってないんですけど、あ、みなとみらいにあるなら行ってるか。みなとみらいっていう、あそこには行ってないんだけど、観覧車のとこは行ってないんですけど。そう。ん？なんで人とナイスクラップ？このお洋服ナイスクラップですよ。かわいいやろ。っていうか見て。いつもとリップ違うしさ。わかります？このリップとこのリップを買ったの。そしたらなんとびっくり、エチュードハウスでね、1本買ったら1本ついてくるっていうしさ。だけんか今日私2本しか料金払ってないのに3本もゲットしました。3本もリップもらえたんですよ。マジで嬉しい、ありがとうございます。マーカーじゃない、すごい新しいんですね。これはね、結構暗めのピンクが好きなんだけど、ちょっと暗めなんです。ほらほらほら見て、新しいって感じがする。そう、おまけだね。新しいリップです。かわいいでしょ。結構かわいかったですよ。10分悩んだ甲斐があった。で、これもかわいいんだけど、なんといってもね、こっちがかわいいの。これね、おニューなんだけど、テカテカしとっとさ、テカテカしてからかわいか、マジで。ほら、プルンプルンのテカンテカンやもん。ほら、これね、こうカチャカチャカチャってしたら伸びてくるさ、ここが。意味わかります？こうやって、ここなんか、このなんていうボールペンみたいな感じで、ここが押したら ニョキニョキニョキって出てくるしさ。こうだけん押しちゃダメよ、まだ使い始めたばっかりけ、使う時だけ押すさ。めっちゃいい、めっちゃ嬉しい。だって3本もゲットしたんですよ。あ、シャーペンか シャーペンやった。イブさん食べきるわけないやん。まだまだ使う、まだまだ残ってますわ。めっちゃね、ちょびちょび使う。そうで、私は明日もね遊びに行く予定があるの。嬉しい。引きこもりのおみずきを外に連れ出してくれてありがとう。まあ明日は明日言いますね。まあ皆さん知ってる人だから、明日も。ねえ、マジで嬉しいんだけど、私明日も遊ぶ約束があるんだよ。嬉しい、マジで嬉しい。いや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 、今日私ね、思ったよりご飯食べてないばい。思ったより食べてないでしょ。だってなんでクリロナやねん。 アンパンマンミュージアム行きたかった？ハベにしそう。でもね、めちゃめちゃちびっこばっかだった。私たちみたいな大人2人でいる人ってあんまりいなかった。 見てじゃーん。これはね、みゆことお揃いでハンカチ買ったんですよ。じゃーんじゃーんじゃじゃーん。名前バレてしまう。バレちゃえ。お水着大人だったよ。名前はね、これ自分で刺繍入れてもらったの。可愛くない？めっちゃ。おみずきドキンちゃん。みゆこはコキンちゃんやったかな、確か。え、でもこれ全然そんな高くなかったよ。1個でね、1000円ぐらい。ワッペンを自分で選んで名前を入れるんですけど、ワッペンがね、もうめっちゃね、可愛くて、本当いっぱいつけたかったんだけど、もうそんなお金無駄にしちゃダメだなと思って、ワッペンはそんなつけなかったんだけど。けどね、ここで、私のね、親バカじゃない、おばバカが出ちゃったの。名前見えちゃうな。もうね、ふーちゃんにね、よだれかきを買ったんだけどさ、もうめちゃめちゃいっぱい買いそうになってさ、危なかったわ。でも買わんかった、そんなたくさん。ふーちゃんまだ髪留めとかつけれんし、仕方なかったけん。
このよだれかけしか持ってないんだけど、ちょっと見せたい、みんなに、みんなに見せたい。そうだよ、ふーちゃんの、ふーちゃんのよだれかけ買ったんだ。可愛いんだってマジで、めちゃめちゃ可愛いんだけどさ、あ、これも買ったんですよね。これはみんなに見せれんばい、さすがに。これはね、これをつけたら私の前髪がなくなっておでこ NG だから。これね、今日みゆこに貸してもらったさ、そしたらめっちゃ良くて、あ、めっちゃいいやんこれって言って一緒に買いに行った、プラザ、プラザに。もうメロメロだよ。カーラーはカーラーを買ったんですよ。可愛くない？ミランデね、名前は見えん？こんな感じ、名前が入ってるの、ここに。可愛いでしょ？よだれかけ、ふーちゃんよだれベロベロだから、いつも可愛いでしょ。この私が選んだの、赤ちゃんマン、赤ちゃんマンにした、可愛い。これつけて写真撮ってもらおう、可愛かろう、可愛いさ、めっちゃ。あ、ほらこんな感じ、赤ちゃんマン、私が選んでつけたんです。本当はね、ここにね、あのアンパンマンをつけようと思ったんだけど、で内包がなんかシンプルで可愛いなと思って、ごちゃごちゃしてるよりシンプルに名前と赤ちゃんマンだけでいいかと思って、可愛い、使ってほしい、可愛い可愛い可愛い、いっぱい可愛いの買ってしまった。しかもさ、言われたんですよ、お母さんに、え、みーちゃんの分は、え、みーちゃんの分のよだれかけはって言われて、ボケぞとかボケてないとかわからんぐらいのテンションで言ってくるけん困るしさ。え、カバオくんのね、カバオくんのね、あのパンがめちゃめちゃ可愛くて、めっちゃね忠実だった。なんかね、アンパンマンとかはやっぱパンにすると焦げちゃって茶色すぎるんですよ。わかりますか？そうだよ、みんな同じこと考えてるよ、おかんと。そう、それでね、なんかカバオくんが一番そのアニメと同じだった。そう、同じだった。やっぱね、バイキンマンとかも難しいんですよ、きっと。アニメをパン化するって、パン化するってむずいですよ。そう、パン化するのは難しい。あ、いそう、磯尾丸さん、はじめまして、尾上瑞希です、よろしくお願いします。そうだよ、パン化したらさ焦げてないわ。え、ほら、ありがとうございます、尾上瑞希です、よろしくお願いします。そうなんですよ、そんなこんなでね、私はね、もう一個みんなにね、ずっと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 買いたかったものを買ってきました。何しょ、なんか当ててたら、当ててた人、当てれた人がいたらすごい。え、でも当てれるよきっと、買ってきたもの。違うんだって、お金持ちじゃないんだって。これはね、可愛かったの、ずっと可愛くて欲しいなと思ってたんですけど、高いなと思ったの。それで3回ぐらい見に行って買わんかったさ、いつも見て可愛いと思ってバイバイしょったっちゃけど、ちょっとちゃけど、なんかお母さんに相談したの、いつも欲しいなと思っとるやつがあるっちゃけどって言ったら、え、めっちゃ可愛いじゃんって言って、これ今からヒントだよ、あのずっと使えるしいいやん、そんな壊れんし、じゃあ金額言うよ、え、3000円ぐらいならいっちゃないとって言ってから、3000円ぐらいで、じゃあ高いなって思ったっていうのは、この物に対して3、この物に対して3000円って高くない？え、分からん、でも相場が分からんくて私、なんか高く感じるって言ってたの。3900円やけん4000円だ。え、爪楊枝に4000円は絶対課金よ絶対課金よ。アップルウォッチは絶対買えんでしょ、絶対買えんよ。ミラブルのシャワーヘッド、そんなの欲しくないよ何それ、シャワーヘッドって。チープカシオ、うん、何それ、色鉛筆、それ高いね、4000円。共働き、いや、あ、正解、
ケンジャスさん正解。目覚ましじゃないんですけど、こちらです。可愛くない？フランフランなんですけど、このキラキラがついとってから、このほら、え、可愛かろう？え、わかります？可愛いの誰かわかってくれん？マジで可愛くない？これキラキラしてるの、キラキラしとってからピンクなんですけど、ずっと欲しかったんですよ。可愛くない？フランフランしちゃった。でもね、なんか、でも4000円って高くないと思ったの、時計で。いい、本物のダイヤなわけないや。なんかさ、100均とかのやつだよ。そうなの、私ね、いつもね、メイク中にね、なぜ配信に遅刻するんだろうって考えた時にね、メイク中に時間を全く見ないからだと思ったんですね。え、じゃあ時計を置いてみよう、まずはと思って。時間にルーズなの、本当に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 、そう、反省してるんですけど、めっちゃルーズなの。だからこれを見て、あ、もう42分だ、次は髪型セットにせんといけんと思って、これで時間調節する。いや、時計なかったんです。ずっとこのお家には時計がないんです。ずっと携帯でしか見てない。うん、仮眠タイム。そらさん、はじめまして、尾上瑞稀です、よろしくお願いします。3000円は安いの？そう、お母さんもね、安いって言ったんですよ。こんな可愛くて部屋が可愛くなるじゃんって言って。え、別にこれさ、確かに4000円で3年ぐらい使えるんじゃない？普通にしてたらさ、壊れんでしょ、こんな。4000円でも3年ぐらい持つし、毎日見るんだからってお母さんに言われて、普通の時計でも2000円。え、そうなんだ、もっと使えるかな。そう思ったらさ、そう思ったの私も。だけんか、買っちゃったの。もうフランフラン大好きだな。最近フランフラン行ったらなんか買ってしまう。お皿とか、なんかな、コップとか、コップは嘘です、お皿とか、うん、お皿とか、なんかあったっけな、 お箸とか時計とかも、なんかもう可愛いの、フランフランが。マジでおしゃれだよね。多分女の子でフランフラン使う人っておらんと思う。しかもさ、長崎のさ、フランフランなくなったとって知ってました？知るわけないか、誰も。びっくりしました私。この間なっちゃんと電話しとってから、のーちゃんから、え、長崎のフランフランなくなったんだよって言われて、ショックでしたね。普通にショックでしたね。買わないけどね、長崎で。え、でも長崎もついに長崎なくなったんだって、ショック。まあいいけど、ね、買わんけ。あっちでは買ったの、かわいい、ありがとうございました。買いました、これで。で、声でかい。これで遅刻はしません、多分。そう、アミューのフランフランなだからなくなったの。そういうこと。長崎の情報とかいらんいらん、ちょっとうまいこと言わんで。これゲットしました、かわいい。しかもね、これね、びっくりした場合、ここにリセットボタンってあるさ、電波時計っちゃけど、電波時計リセットボタンを押したらね、なんか21秒間で10秒のラグがある。嘘、ほんと？なんか 10秒じゃなくて21秒後に、何ですか、勝手になりますって。だと最初は12時00分やったとね。そうで、勝手に電波時計やけリセットボタンを押したら時間が設定されますよって書いてあったのね。それで私21秒、なんでこんな刻むんだろう。21秒、20秒でもさ、よくない？25秒とかで、何21秒なんて独り言ブツブツ言いながらやってたの。でも何分経ってもならんさ、全然。21秒経っても1分2分経ってもならんけんか、あ、これ壊れとるわ、押しちゃったと、リセットボタンを。もうほんとリセットボタンの穴が開くぐらいずっと押してたの。そしたらさ、ふとよく見たらさ、21分だったの。21分かーいと思って、21秒やったらちょっとなんか、なんでこんな刻むさと思ったけど、まあ、21分やったらなんかちょっと納得した自分もいて。で、
あ、そういうこと、21分かと思って、まあ6分ぐらいで勝手になってました。気づいたらそうだよね、21秒じゃないよなって思った。でも故障してなくてよかったです。ちょっとね、自分のミスな、自分で間違ったくせにちょっと八つ当たりしそうになったなんでよそんなむずくないやろ今の話。え、そう、21秒、え、しかもさ、電波時計ってすごい不思議だなと思いながら見てたんですけど、なんでわかると、どっから電波が出とった、え、誰が電波流してます、え、なんでこれ電波時計ってさ勝手にわかると、なんでわかると、え、なんでわかると、すごくない、全然わかんだけど、私にはどういうシステム、どういうあれなんだろう。福島から電波、嘘本当、人工衛星、え、マジで空の上とかにあるってこと、電波を海を発信してない、電波塔、え、じゃあここら辺にずっと電波があるってこと、テレビ局とか、あー、なるほどね。いや、フミティさん何それ、え、何の写真、え、そう本当にずっと電波がここら辺にあるってことね。なんか電波ってすごいなって思いながらこれずっと眺めよった。純粋な人には、え、で、なんで見えんちゃろ私あ、東京タワーから出よっと、マジ、なんか信用ならんちゃけど、あ、でも確かにね、 Wi-Fi みたいな感じか。え、見える、見えんよ私、全然。カズレーザーさん関係ないやろ、キントン乗れ、キントン乗れるよ、電波も見えるよ花粉も見えるし、ダニも見えるし、純粋やけ、お水木は何でも見えるとってお見レーザーだよ。でもな、すごいなと思いながらこれ見よった。だってすごくない？勝手になったんだよ。今10時40、え、これさ、22時にしてもらった方がいいかも。私アホやけん。あ、でも午後って書いとんね。あ、でも午後か。わかるか、さすがに。これね、すごい場合。目覚ましにもなるんだよ。オンにした。アラームかけてみる？どんな音がするかさ、みんなで今からチェックしてみようよ。してみよう。どうやって押すと、ん、あ、じゃあ午後、果てしな、午後10時55分にセットしてみる。ドボンする懐かしい、ドボンするときしょったよね、電波時計で。全然ならんちゃうもんね、電波時計でやるよとね。何？ T さん、ん？ドボンは懐かしいですよあ、できたできた、ん、なんでってば、もうなんでってば、もうやだ、間違えた。え、ゴゴ T さんいた？全然わからんやったよ。え、なに？お茶子ちゃん、誰、お茶子ちゃんって、え、お茶子ちゃん誰、かわいい、なにそれ、やったーって、なに、あ、ゴゴって言ってけんね、え、嬉しい、なにそれ、ありがとうございます。なにこれ、え、カニ、カニ、恐竜、ありがとうございます、カニありがとうございます。お茶子さん、お茶子さん、誰かな、お茶子さんかって納得する。あ、待って、行き過ぎ行き過ぎ、戻る戻る、ずっと押しよったら間違った。ひゆかでしょ、おみーじゃなくて、今日みゆこと話しよったらさ、なんかみゆこが歩きながらさ、そば食べたい、そば食べたいって言うけんさ、あのみゆこのさ、あのキャッチフレーズを思い出した。一みゆこ、みゆこ
にみゆこみゆこってやつを思い出しましたね。そば食べたいって言うからさ。ヒロアカ？ヒロアカデミアですか？ヒロアカデミア知らないな、全然。でも聞いたことありますよ。漫画やろ。よし、じゃあ、アラームセットした。これから楽しみですね。どんな音で、どんな鳴り方で、どんな感覚で、どんなリズムで、このタイマーが鳴るんでしょうか？え、みゆこ好きなんですか？ヒロアカ。ヒーローアカデミー？ヒーローアカデミア？ヒロアカ、アカ、アカ、アカデミックス？何なんですか？ヒーローアカって。ヒーローアカ、アカ、アカ、アカってなんだ？ヒーローアカデミー？アカデミアか。合ってた。合ってたじゃん。マカデミアナッツやん。ピピ、ピピ、なんかありきたりやけんやだ。赤ちゃんまんのね、赤ちゃんまんのパンを食べたかったんだけど、売り切れとった。売り切れとった。マカダミア？何？マカダミアって。ヒロアカショートさん出てる。本当に？そう、売り切れとったつよ。食べたかった。一番可愛かったとに、赤ちゃんマンさんが。あ、赤ちゃんマン。なんでさんつけた。赤ちゃんマンが一番可愛い。なんかさ、ピピ、ピピっていうの嫌だ。なんかありきたりやけ、もっと、もっと、なんか、リズムを刻んでほしい。なんか、ピ、ピピピ、ピ、ピピピピ、とかがいい。普通、メロンパンナちゃん私ね、今考えるとそんなに好きじゃない。昔は大好きやったけど、よう見たら別に好きじゃなかったって今日感じました。流れんでしょ。玉置浩二さん流れたらやばいよ、びっくりする。早く買っとったよ、そしたらもっと早く。緊張しちゃう。ロールパンナちゃん美人じゃね？そう？まあ確かに美人かもしれん。ロールパンナちゃんもありましたよ、パンに。あ、それがいい。ヨーヨーって言われたら嬉しい。ヒロアカにかっちゃんいます。本当にそんな有名人やったと思う。かっちゃんヒロアカに出るぐらい。あ、運命が流れてきたら爽やかな朝迎えれますよ。メロンパンナちゃんもいましたけどね。メロンパンナちゃんさ、せっかくのメロンパンナちゃんなのにさ、網目がなくてさ、メロンパンに。そりゃメロンパンナちゃん、メロンパンナちゃんじゃなく見えるよねっていう話。 パンだからさ、難しいんだろうね、本当に忠実に再現するのが。そう、メロンパンナちゃんって書いてるけど、この網目がないだけでメロンパンナちゃん感がね、ちょっとなかった。そう、でもさ、網目ってさ、そう、多分パンにあったら怖いんだろうな。普通に絵で描いたら可愛いけどね。お昼ご飯はみゆこが、あの、何だっけ、ロコモコ丼を食べて、私がグラタンを食べました。とか、なんかそれとパンしか今日食べてない。あ、スタバも飲みましたね。 めっちゃ食べてるやん。めっちゃ食べてるけど、結構歩いたし、昼ご飯だけしか食べてない。夜ご飯食べてないし、朝も食べてないから、ほぼゼロカロリー。めっちゃ歩いたんだもん。ゼロにしてよ。バナナ飲んでないです。2人ともね、キャラメルフラペチーノだった。ねえ、ロコモコ丼ってさ、なんかかわ、うわー、びっくりした。するかもしれん。めっちゃ普通やん。なんかごめん、怒って。ずっと一緒。せかされる、せかされる。おきんば、もうおきんば。楽しい、これめっちゃ。いいな、これ。
いいね、これまたなるとかな、ならんかも一回止めたら。え、めっちゃいいやんこれ。めっちゃ楽しい。私のいつもの起きる時間に合わせよう。よっしゃ、さすがに午後10時55分に起きんばい私も。え、ていうかさ、今日私誕生日まで1ヶ月切った。そういえば今日で22日だって今日。これでも起きないに100ペソ100ペソって何？100ペリア？そんなんで起きるおみだよね。でも最近私寝起きいい場合、起きた瞬間にね、爽やかにご挨拶する。誰もおらん部屋でおはようってごきげんようって言えるよ。結構ね、朝からね、誰もおらんけどね、一人でブツブツ喋ってたらね、テンション上がるんですよね。そう、テンション上がるからおすすめですよ。怖くないよ、怖くないですよ。おはようでやんすっていう、あ、いいですね、それを歌おう。新しい朝が来た、希望の朝だ。知らん、こっから忘れた。歌わないで。マニャ、マニャ誰？マニャめっちゃ厳しい。あ、こんくらいにしとこう、私起きるの。てか私明日めちゃめちゃ早いしさ、みんな。で、今日さ、配信30分で終わるって思っとったけどさ、もう30分来てしまった。じゃあ45分で終わります。今日は明日めっちゃ早いって。私何時起きと思う？何時起きに起きればいいちゃろ。ちょっと待って、待って、明日めっちゃ早い。めっちゃ明日早い、信じられんぐらい早いかもしれん。だって今日、だってこうでしょ、でこうでしょ。めっちゃ早い、やだ無理。水木ちゃんとアイドルやってたの、ヘイシリン。そうだった、ヘイシリン、ヘイサインか、ヘイサインヘイヘイですよね、ヘイヘイのサインのやつ ね、みんなに届いたみたいで、でなんか嬉しかったです。あの、喜んでくださってて嬉しかった。そう、それでね、ヘイシリンじゃない、サインですよね、それサインだよね。そう、でもね、マジでみんな、マジでごめん、本当にびっくりするほど、あ、聞いてください。あの、私ヘイヘイのそのヘイシリン、あ、ヘイサイン、ヘイサインのあの撮影の時に、私ね、自分でびっくりしちゃったの、顔が丸くて。でその日からダイエットを決意してるんですけど、その日から比べると2キロ痩せました。すごくないですか。あの日めちゃめちゃ絶望したの、めっちゃ顔丸いじゃんと思って、油断してたんですよ、いろんな油断をしてて、丸々してて、やだこれじゃと思って、その日から何週間か経ったんだけど、1ヶ月も経ってないかな、でも本当に痩せた、2キロ痩せてて、すごくない？で今日朝測ったらめっちゃ痩せた、2キロ痩せとった、嬉しかった。意外とね、なんか痩せたり増えたりがね、結構激しいタイプなんですよね。そう、年々ね、もっと昔はボーンって増えてボーンって減ったりしてたんだけど、最近はね、まあ、若干増えやすくはなったけど、減りにくくなって年を感じてますね。そう、いや本当に結構皆さん無茶ぶり多くてね、あの最初見た時びっくりしました。だって私いろんなバージョン撮ったんですけど、歌った方もリフティングのリクエストの方もいて、リフティングはねできなかったんだよね、それボールがなくて。そう、ボールなかったんだけど、できなかったんだけど、いろいろリクエストあって楽しかった。そうで、あのまだ届いてないのかな、サインとかは。なんかシリアルナンバーさ、みんなさ個別にあるんでしょ、大切に取っててください。
エアリフティングか。そうですね、優しい確かに峰松さんのめっちゃ優しいリクエストだった。そう、それでね、あ、動画見てないの。あ、宮千代さん、はじめまして、尾上瑞希です、よろしくお願いします。にボルダリング、そんなリクエスト無理すぎやろ日にちかと思った。え、それでね、何やったっけ。あ、そうそう、それでね、なんか写真も届くんだけど、片方サインと写真が届くの。そう、多分こうやって見開きかなが届くんだけど、最初はね、確か写真がね全員同じ写真で、サインだけそのそこで書いたサインが届くっていうシステムだったんですよね。けどなんかせっかくせっかく結構ね、金額も金額ですしね、そう、写真1枚ずつ撮りたいですって言ったら、いいですよって言ってくださって、へいへいさんがね。だから一人一枚全員違う写真を撮りました。楽しみにしててください。それもあ、なんかプレミアム感あるなと思って、みんな一緒だったらさ、なんかねみんな一緒だったらなんかあれじゃん。だから一人一枚ずつ、なんか誰さんにこの写真っていうのはないんですけど、そう、11枚12枚ぐらい撮って、それをバーって送ったそう、大サービスじゃないよ、そんな撮るだけ。私がそんな大変なことはなかったんですけど、ぜひ楽しみにしててください。何分で終わるって言ってたっけ。45分、45分で終わるって言ったけど終われないんだよな、全然きっと。そう、しかもね、多分あの写真はね、ずっとどこにでもね出す予定ないから、めちゃめちゃ貴重だな。初めてお洋服出したもん、あの写真。そう、写真楽しみにしてて、初めて洋服買ってきたんだよ、その写真撮るために。可愛いね、ワンピースを買った。投稿していいですか。え、いいの。え、動画は宣伝、写真はいいけど動画恥ずかしいや。え、あれって動画ってさ保存できるんだ。明日おみずきのお洋服探してきますって。本当にめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、楽しみ、マジ楽しみ。あ、録画できる、画面録画できるのか。ダメよ、恥ずかしかけん、見せてあげて。ダメよ、おみずきが歌音痴なのもバレちゃうし。しかもさ、私さ、なんかサイン書いた後ね、なんか場所を何回か変えてたんですよね。そしたらさ、なんかずっこけちゃってサイン変えた後ね、2回ぐらいこけちゃったもんね。だけね、2人ぐらいお水木がこけてる、つまずいてるのが送られてきてるはず。そう、なんかね、場所を変えるとね、そのなんか距離感がアホだから、そう、めっちゃくずっこけてた。でもそのまま OKOKOKで、そのまま届けました。なんかリアルだなと思っていつものお水着感があっていいかなと思って。普通に壁にね、なんか突撃してるやつとかあったんだけど、届いてる方と多分来た来たって思ってると思う。いや、びっくりしたよ私も。しかもね、1回目の方の時と2回目の方、どっちも私サイン書いた後に後ろに下がったんだよね。その時にあの距離感わからなくてゴンって言ったんだけど、1回目は痛くなかったんだけど、2回目にね、なんか壁のね、なんか出とった手をお尻に当たってめっちゃ痛くてさなんか2回目ずっこけた時は本当に痛くて、あのマジで、あの集中できんぐらいマジでお尻痛かったなんか出とっ、なんかね、壁にね、こうボコって出とったさ、そこにね、自分からね、あの走って後ろに下がってぶつかって、痛かったばい、そりゃ刺さったさ、そりゃ痛かった、ケツ痛かった。
あ、めっちゃ緊張してましたね。サイン書くとき緊張した。しかもさ、マジでさ、みんなさ、見ました？あの、人間感半端ないよね。もうなんか、メイクの崩れ具合とかも見えるし、毛穴まで見えてたんじゃない？もう、やばいですね、あれ。画質良すぎて怖い。アンパンマンさん、こんばんは。顔丸いけど、アンパンマンじゃないんですよ、私。アンパンマンでもなんか可愛かった。初めて行ったけど、アンパンマンミュージアム、肌綺麗でした。本当に？本当？本当ですか？でもガニメデさんのおかげよ、本当に。で、昨日も塗りました、あの美容液。ガニメデさんの美容液塗った。パックはね、最近はしてない、ずっと美容液。なんかパックってさ、なんかあからさまに減っていくのが見えるから寂しくなっちゃう使い、あーやばい、もうこんだけしかないやと思って今はセーブしてる。もう新大久保とか行ったら売ってんのかな。うん、何ですか、胡椒は、え、なんて、なんて、え、胡椒は振ってる、3倍振ってください。胡椒は思ってる3倍振ってください。言うの、リュウジさんがそんなこと言うの。私多分もったいないバーさんが住み着いてるんだよね。マジでもったいないって言ってしまう、すぐ。そう、すぐもったいないって言ってしまう。貧乏症かもしれん、名前の癖だよ。明日実家からノリが届く、いいなぁ、いいなぁ、いいな、あんな美味しい海苔がさ、お家から送られてくるって最高やん。出布制って何ですか？出布制って何ですか？出布制って何ですか？チョコ？何のチョコですか？どこのチョコ？チョコ食べてるよ。ファンの方にいただいたチョコめっちゃ食べてる。昨日も食べてた。デブ賞って何？失礼な。何ですか、デブ賞って。デブ症って何？太ってる病気ってこと？デブ症って何？デブ症って何？あなたはデブ症です。みちょ、やだ、何デブ症って。引きこもりがち？デブ症？引きこもりってこと？え、デブ症って肥満ってことじゃなくて、ああ、私みたいなことをデブ症って言うんですか？ああ、じゃあデブ症ですね、私。働きたくない。あ、デブ症だ、私。やーい、デブ。デブだよー。私、体重、本当は3キロから4キロ太ったんだよー。言っちゃダメよ、みんな。言っちゃダメだよ。一番痩せとる時からは4キロ太ってました。そのヘイサインを取った時。出かけるのが面倒っていう程度かな。なるほどね。私やけど、私お友達がいないから外に出ないだけで、最近はいろんなお友達がいるから出るようになりました、ちょっとはね。けどね、あの、ゼンリーつながってるんですね、みゆこと。みゆこに言われました、みずき、いつかとかお家出てないじゃん、やばいよって言われて。やばくないよ、全然、ずっと引きこもりだよってびっくりされました。そう、やばいよって言われて、やばくないよ別に、全然普通に引きこもりとかいう気分じゃなかったけど、そう、5日間ぐらいね、まあお家いますよ、ずっと。電波やばい？嘘やん、電波いいですよ今日は。結構そう、写真載せたい、インスタに載せたいけどさ、カフェ行ってるみたい。あ、なんか行ってましたね。あ、ブンブンさん、フォローありがとうございます。尾上瑞希です、よろしくお願いします。尾上瑞希、あ、よろしくお願いします。尾上瑞希です、よろしくお願いします。あ、初めましてでフォローしてくれたんですか？ありがとうございます。尾上瑞希です。尾上瑞希21歳です。
ちょうど1ヶ月後に22歳になります。22歳になります。大人です。思う瑞希です。よろしくお願いします。ステディカリスマ専属はやめてよ。何がカリスマさ。そうです、尾上瑞希。可愛いの本当ですか、ありがとうございます。可愛い名前ってばい。あ、そう、名前ってばい。長崎県出身です。22歳になったらどうなるんですか。いい質問ですね。22歳になったら第二形態になる。セルみたいに古びばっかり高画質モレモレ。そうそうなんですよ。ちょっと載せますね今日何枚か、いいなって思ったやつ。そう、第二形態になる、セルみたいに。25歳になったら完全体になるけん、とりあえず太るわけじゃないしさ。18号、うん、まだまだ、だ誰かな、とりあえず復習でき、本当に俺なぜかスクショできるんだ。やばい、それはみんなに怒られる。本気かわいいし。本当ですか、嬉しい。あー痛い。長崎県出身なんですけどめちゃめちゃなまってるんですよ。ブリットさんありがとうございます。何、カニ、カニですか、今日はカニでいい。ありがとうございます。カニや、カニはこうか、あこうか、わからんけど、あ、カニはこうだね。カニありがとうございます。カニいただいた、カニいただいた、ありがとうございます。明日魔女の宅急便、マジで見たい。俺の知らんけど俺も知らんけどってこと。いや私も知らんよ、わからんよ。カニが流行っとっとかわからん。あー明日魔女の宅急便か。私魔女の宅急便めっちゃ好きやったさ。よう見よったばい、あの DVD でよく見てました。あの魔女の宅急便の歌何やったっけ。あこれこれ好きだよ。えこれだよね、これ好きだよ、この歌歌を。あの人のママに会うために今一人電車に乗ったの、黄昏迫る街並みや車の流れ、横目で追い越して。あそういえば私さ高校生ぐらいの時にギターにハマってた時期があったんですよ。その時にこれめっちゃ弾き語りしてた。ルージュの伝言、え言ったことあるっけ言ったことありますよね。でも言ってないかもしれない私ギターハマってた時期があったんですけど、小指が短くて諦めちゃったんですけど。そうだよ、残したまま、なんか聞いたことなかった、言ったことない気がした、今一瞬。でも小指が短くてやめたの。ママから電話で違ってもらうわ、マイダーリー。これ、私もさ魔女の宅急便みたいにさ魔法使いたい。空飛べたりしたいな、飛べたりしたい、飛べたりしたい。やっハロー、スーさんこんばんは。ひき逃げ、違うよ、ひき逃げディズニー遅刻する、遅刻する、言わんで何も。ディズニーじゃないけん、ディズニーかもしれんし、ディズニーじゃないかもしれんし、言わんでもう楽しみやした。また負けたの、いや違う、タイトルは書き、ま、あのタイトル更新し忘れただけです。わしの卓球似合う、可愛いけんって関係あります似合う、ウイシカばいい、サンリオか、ちゃうちゃうちゃう、ディズニーじゃないよ、ディズニーは明日じゃない、
もう言ってしまうけんさ、ペラ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 。朝大丈夫です、大丈夫じゃないけん、もうそろそろおしまいにする。でもね、ディズニー行くね、予定があるんですよ。そう、約束してる。今日も話した、みゆこと。いつ行くか決まってない。地球儀じゃない、チケットも取ってないけん。富士急とか行けるわけないやん、私絶叫乗れんちゃけん。うん、みゆことも行こうって言ってるし、ゆうかりんとも行こうって話してるから、2回行くか3人で行くか。時間が合えば3人で行けるけどね、意外とみんな忙しいけんね。46分経過。じゃあランキングを見ます。私も無理よ。いや普通にさ無理だよ。絶叫乗れる人の気持ちは1ミリもわからない。何が楽しいんだあれの。もう寄って楽しくなくなっちゃうもん、せっかく行ったのに。ディズニー行っても寄ってしまうけど。じゃあランキングを見ます。私ね、今からね、あの大急ぎでお風呂に入って寝てから朝メイクして、いろいろ忙しか忙しか。言ってみて、自分に言ってないわ、言ってみたかったわ。私休日忙しいとかさ、幸せやなあ。遅寝お早起き、え、どういうこと、遅寝早起き、遅起き。あ、フォロミーしますよ、今からトークします。じゃあおやすみなさい。ランキング読みます。 HKT さんが来たよ、ドリカムのライブ？マジ？本当に？午前0時を過ぎたら一番に届けよう、ハッピーバースデー。じゃあ皆さん、ハッピーバースデーってことでランキング読みますね。第1位、カッチャソー、ありがとうございます。第2位、ブリントさん、ありがとうございます。第カニだ、カニありがとうございます。第あ、かっちゃん歌とか、さっきのそういうことか、かっちゃんか、あの何やったっけ、名前忘れた、何やったっけ、名前何やったっけな、え、ありがとうございます。第3位、サタさん、ありがとうございます。え、分からんかった、かっちゃんって。第4位、キドッチさん、ありがとうございます。あ、そう、お茶子フォロワーくんでしょ。第4位、木立さん、ありがとうございます。第5位、峰町さん。ねえ、なんかさ、今日じゃないけど今日じゃないな、この間なんか思ったっちゃけど、私峰町さんのね発音違うわ、多分なんか美優子だったかな、峰町さんのね、なんかね、やっぱ発音じゃない、イントネーションがね変なんだよね。みんな峰町さんって言うんだもん峰町さんでしょって私は思ってるけど、なんか違うなって最近気づきました。ありがとうございます。第6位、リュウジさん、チョコミントさん、ありがとうございます。第7位、ブンブンブン、ブンブンブンさん、ブンブンさん、ブンブンさん、ありがとうございます。第7位、セタンカさん、ありがとうございます。第9位、アーニャ、久保くんやね、ありがとうございます。第9位、デカプーさん、ありがとうございます。第11位、モくん、ありがとうございます。第12位、ポッポさん、ありがとうございます。第12位、大輔さん、いや嬉しい、かい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 、来たらすぐ、今日ちょっと早めなんですけど、すいません、10分早めに終わっちゃいます。明日は早起きです。明日楽しいことがあるけん、またみんなに明日発表するけれども、もしかしたら明日私配信できんかもしれんさね。そう、じゃあそんなこんなで、じゃあみんなおやすみなさい。夜遊びって、あ、夜遊びじゃない、夜遊びじゃない、そんな遅くに、そんな遅くまで遊ばんよ。じゃあ皆さん、おやすみなさい。失礼します。火遊びも夜遊びもせんばい。おやすみ。